法師が事前運動停職の指摘に反論。政治活動の発言です。またやらかす。がネットで話題。内容はこちら。蓮舫氏が事前運動停職の指摘に反論も、またやらかしたようです。では、内容を見てみましょう。立憲民主党の蓮舫参院議員56は8日、東京都内で取材に応じ、2日の街頭演説での発言が公職選挙法が禁じている選挙告示前の事前運動に抵触するのではないかと指摘が出ていることへの受け止めを問われ、政治活動の発言です、とだけ説明した。東京都知事選6月20日告示、7月7日投開票に出馬表明している蓮舫氏は今月2日、JR 有楽町駅前の演説で、七夕に予定されている東京都知事選に蓮舫は挑戦します。皆さんのご支援どうかよろしくお願いします、と聴衆に訴えた。また、応援に立った立民の枝野幸男前代表は、みんなで蓮舫さんを勝たせましょう、と述べた。蓮舫氏が無理筋な反論を決め込むも、今度は言い逃れできない公職選挙法違反が発覚してしまう。今朝ポストを見たら、こんなチラシが入っていたのですが、これは、なお、ちゃんと広げると、日本共産党も出てきます。杉村、帰宅ですが、うちにも来てました。宮脇敦史、田村智子も、事前運動で公職選挙法違反疑惑、拡散してね。よし。これフェイクではないのか疑っていますが、事実ならしっかりと判断する組織が正しく判断結果を出さないと収まらない。東京民法2024年6月号外日本共産党東京都委員会発行なのです。晴れ晴れウイロー。うわぁ。よく見たら、7月7日都知事選って書いてあんじゃん。グレーじゃなくてアウトだわ。おぼろ月よ。公職選挙法違反と感じたら、こちら。電話、行政苦情110番でご相談いただけます。全国共通番号 0570-090110 は、お近くの総務省行政相談センターにつながります。完全にアウト。蓮舫さん、見解をお願いします。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。7月7日都知事選ってはっきり書いてますね。完全に事前活動だな。あ、これマジアウトだ。蓮舫、本格的にやばいぞ。チラシが入ってた人は、全員警察に届け出るべき。公職選挙法違反の重要な物証だ。公職選挙法違反には、選挙権及び被選挙権の停止という罰則があるのだから、迷わず適用頼む。警察に通報だ。警察ではなく、東京都選挙管理委員会事務局への通報が良さそう。今頃警察と選挙管理委員会事務局の電話が鳴りっぱなしでしょうね。次はこちら。おなじみのポスティングですか。立憲共産党の得意な公職選挙法違反です。演説の次はこれって。選管完全に舐められてるよ。選管は何も言わないの。これは公職選挙法違反じゃないの。共産党って本当ルール守らないよな。憲法守れと騒ぐ前にルール守れ。もう公職選挙法という法律は何の意味もなくなったんですね。共産党が勝手に作ったものです。私の公約にはありません。共産党と関係決裂。私の考えていたことと偶然一致しました。共産党の傀儡が決定。さてどっち？蓮舫氏が共産党に抗議しないということは、公選法違反を黙認しているということですよね。次はこちら。完全にアウト。オウンゴールしまくり。さすがにこれは言い訳のしようがないレベルで、完全にアウトだろ。
日本共産党が全力で足引っ張ってて笑える。左翼の行動って、こういう勘違い行動が多いんだよな。こんなの許してたらダメだろ。きちんと処罰するべき。ルールを守らない国会議員ってなんだ。許されるものではない。ルール守らない奴は、牢屋にぶち込まれろよ。これでお咎めなしなら、もう日本は法治国家を守らないでほしい。今後の政治のあり方を守るためにも、毅然とした対応をすべきです。最後はこちら。選挙だからとやりたい放題なのは、翼の党を思い出すなわら。こんなんで翼の党を批判してるんだぞ。こいつも逮捕しとけよ。与党にはわめき散らすけど、自分たちは OK。さすがのダブスタ立憲共産党クオリティ。ヘドしか出ません。他人に厳しく自分に激甘。法令遵守という概念もないんだろうね。他人には言いがかり的に吠えるくせに、自分には超激甘な言い訳。人として信用できない。政治家以前の問題。こんな奴が知事になったらどうなるか、簡単に想像できる。なおマスメディアは、立憲共産の不利になることは一切報道いたしません。市民がやるのはアウトで、立憲ならセーフなのかよ。毎度毎度、特定野党とマスコミにはヘドが出ますよ。結論。今回多くの住民宅に投函された、蓮舫参院議員、都政に挑戦、なる公職選挙法違反のチラシは、共産党が作って投函しているのかもしれませんが、蓮舫氏がこの問題に対し抗議もせずにだんまりを決め込んでいるということは、共産党の公職選挙法違反を黙認しているということになります。もしも蓮舫氏がこのまま抗議をせずに共産党の暴走を止めないのであれば、蓮舫氏にその責任が大きくのしかかるだけです。というか、もう遅いかもしれませんが。とにかくこんな人たちの暴走に対し、警察も選管もマスコミも当たり前の仕事をしてください。こんな政治の暴走を許してなるものですか。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。